視聴者の皆様、こんにちは。今回は、常識外れの言動で、親友や家族に見放されたイッチのスレを2本紹介。まずは1本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回は親友の結婚式を盛大にお祝いしたのに、つまみ出されて絶交された、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さんこんばんは。ちょっと興奮冷めやらぬ私の話を聞いてください。これは今日の出来事なんですけど、本当に頭に来てしまいました。幸せの象徴と言われる結婚式に参列したんですけど、私にとっては最低最悪な場所になりました。新婦である親友に裏切られ、結婚式場を追い出されてしまったんです。もう人間不信に陥りそうで、頭がどうにかなりそうです。結婚式場でのハプニング？ドラマみたいな話だね。新婦の親友に裏切られた？新郎がイッチの彼氏だったとか？今、そんなドラマやっているよね。姉妹の話だけど。違います。そういうドロドロ系ではありません。新郎のことも以前から知っているし、私のタイプではありませんから。私はどちらかというとイケメンのソース顔がタイプです。親友の旦那さんはイケメンだけど塩顔なんです。だからタイプではありません。だから決してドラマみたいな展開にはなっていませんのでご安心を。じゃあ、一体何があったの？どっちにしても親友絡みの話でしょ？実は親友だと思っていたのはイッチだけで、相手はイッチのことを利用していただけとか？何それ？怖い。それもドラマみたいだね。まあ、結果的に、親友は私のことをそれほど大事だと思っていなかったのかもしれませんね。だから大事な結婚式で、大勢の前で私に恥をかかせたんですから。とにかく、何があったかさっぱりだから、ちゃんと説明してよ。わかりました。親友との関係性も含めて話しますね。私は今アラサーの独身です。親友との出会いは幼稚園のひまわり組から。つまり25年近い付き合いになります。親友とは近所だったので、幼馴染でもあり、姉妹でもあり、親友でとても仲良しでした。母親同士も仲が良くて、家族ぐるみで小さい時はキャンプとかしていました。卒園して、小学校、中学校もずっと同じで、高校も同じ女子校でした。バイト先も一緒で、自分の親と一緒に過ごす時間より、親友といた時間の方が長いかもしれないですね。私と親友が初めて離れたのが高校を卒業してから。二人とも専門学校に進学したんですが、私は IT 系の専門学校。親友は簿記とか会計を習う専門学校に進みました。二人ともマラクの進路を選んだんだね。性格が違うとか？そうなんです。全く正反対の性格なんです。私はどちらかというと活発でクリエイティブな性格。物事をはっきりさせたいタイプ。親友はおっとりしていて、他人を支えたいタイプ。争い事は嫌いって感じです。こんな二人だからずっと仲良くできたんでしょうね。専門学校は別々でしたが、バイト先は一緒だったので、ほぼ毎日会っていましたが、お互い別々の会社に就職して、お互いに彼氏ができたりして、徐々に会う回数は少なくなりましたが、連絡は取り合っていましたし、長期連休の時は旅行も行ったりする仲でした。本当に仲が良かったんだね。喧嘩とかしなかったの？思い出す限り、一度もありませんね。私の考えはいつも正しいし、親友はいつも私の意見に賛同してくれていました。いつもべったりで疲れない？他にお友達はいなかったの？いましたよ。小学校、中学校、高校と、各シーンでそこそこ仲のいい人はいました。お互いの友達を交えて遊ぶこともありました。でも親友と呼べるのは彼女だけでした。小さい時からずっと一緒だったから、気を使わなくていいんですよね。そんな親友が結婚することが決まり、自分のことのように嬉しかったんです。結婚式も招待してくれて、友人代表のスピーチも頼まれました。もちろん快諾です。そして私は親友のために何か特別なことをしてあげたいって思い、ある提案をしたんです。それは二人の馴れ初めムービーを作ることでした。私は趣味の独学で、動画編集をしていて、ちょっとしたお小遣い稼ぎをしていました。副業が軌道に乗れば、独立してクリエイターで食べていきたいなって思っていたくらい。動画編集歴は3年くらいです。だからそこそこ加工や CG もできるんです。親友のために最高のムービーを作ってあげたくて、親友にお願いしました。親友はもちろん2つ返事で喜んでくれて、本当に嬉しかったことを覚えています。私は今日の結婚式のために、最高のムービーを作り上げて、準備に時間を費やしました。結構手の込んだものを作ったため、納期ギリギリで大変でした。
そして、今日、今しがた、その渾身のムービーを披露宴で流したんです。で、結果つまみ出されたと？なんでそうなるの？本当それですよ。本当に意味がわからないです。私の計画では涙を流した親友に、ありがとう。って抱きつかれるはずだったのに、親友からはこんなのありえない。って怒られてしまいました。あのムービーを作るために、どれだけ苦労したと思っているの？新郎の懐かしい写真も必要だったから、休みの日に新郎の地元まで行ったのに、私の労力と時間とお金を返してもらいたいです。プロに頼んだら結構な金額になると思いますよ。普通の紹介ムービーでしょ？本来なら新郎新婦が自分たちで写真とか用意して、式場が外注するんだよね。そうです。それを私が全部一人で写真を用意して、無償で作成したんです。ま、正確にはご祝儀代わりにムービーを作ることになったんですけど、でも新郎の地元が結構遠くて、日帰りでは無理だったので、その分の旅費を入れたら足出ますけどね。それに会社員をしながらの作成で結構大変だったんですけど、その動画の内容に問題があったんじゃないの？どういうストーリーだったのか教えてよ。本当にごく普通のありきたりな内容ですよ。それに少しオリジナリティを加えて、新郎新婦と招待客を笑わせようと思ったんです。最初は二人の誕生から始まりました。お決まりのパターンですね。そこから二人の成長を時系列に流していきました。新婦の場合、私と一緒にいた時期が長いので、自然と私の登場回数も増えてしまいました。でもそこはテロップでコメントを入れて、その時は会場中が笑いに包まれました。そして二人の出会いに進みます。そのあたりから空気が変わりました。親友が何度も婚活で失敗している写真を流したから、正確には私と親友がカラオケで盛り上がっている写真をあげて、テロップにこの時は数々の婚活に失敗してめげている時でしたって入れただけなんです。え、それはちょっと不謹慎じゃない？婚活に数々失敗って、見方によっては、結婚にガツガツしている人って見えなくもないし。でも本当にあの時は大変だったんです。親友と私は25歳くらいの時からいつか一緒にお嫁さんになりたいねって、婚活を始めたんです。アプリに登録して、いろんな人とマッチングしたんですけど、全然決まらなくて、本当に自暴自棄になっていました。それで毎回親友にカラオケに付き合ってもらい、ストレスを発散していたんです。もしかして、婚活がうまくいかなくて、自暴自棄になっていたのって、イッチ？そうですよ。親友は当時から付き合っている人がいて、その人が新郎ですから。イッチの作ったスライドショーを見た限り、新婦が婚活失敗した感じになってるじゃん。主役は新婦なんだからイッチのことなんてテロップに入れるなよ。新郎さんとか新郎親族は交際中に婚活？って勘違いするだろうね。そんなのその人たちの読解力が乏しいだけですよね。私のせいにされても知りません。その後も私の渾身のギャグをたくさん盛り込んだのに、誰も全く笑ってくれませんでした。あの会場の人たち、ノリが悪かったんです。渾身のギャグってどんな内容だったの？新郎がプロポーズしたよっていうシーンです。本当は二人が夜景をバックに婚約指輪を見せてツーショットしている写真を貼り付けようとしたんですが、それだとベタすぎてつまらないので、ちょっと仕掛けました。新郎と新郎の以前婚約者とのプロポーズ時の写真を貼ったんです。え？何？どういうこと？新郎の以前の婚約者って？少しややこしい話なんですけど、新郎は私たちより7つ年上なんです。親友と新郎が出会った時、親友は24歳、新郎は31歳でした。親友から話を聞いたことがあったんですけど、新郎は昔、婚約者がいたそうなんです。でもその婚約が破談になり、相当新郎は落ち込んでいた時期があったそうで、その後、親友と出会って、交際をスタートしたって話です。なんか、元婚約者さん、他にも男性がいたそうですよ。ひどい話ですよねー。そんな話を、新郎の地元を取材している時に思い出して、ゆかりのある人にたくさん話をして、前の婚約者さんとの写真を手に入れることができたんです。それを見てこれは使えるぞ。ってひらめいてしまったんですよ。でも、その後にちゃんとあらら、いっけない、間違えました。これは新郎の黒歴史でしたね。真実の愛の写真はこちらです。で、親友と新郎の写真を載せましたよ。でも会場は静まり返ってました。笑えない。全然笑えない。何そのカオスなムービー。もちろんそれで終わりだよね。イッチの作った慣れ染めムービー。終わりだって言ってくれ。最後のオチが残っています。最後、いろいろあった私たちですが幸せになります。ってテロップ入れて、二人
二人のツーショット入れておしまいです。でも新郎の隣に映っているのは私。うまいこと合成しました。でもすかさずに私がマイクで、あらら、新郎さん浮気ですか？って映っているのは私じゃないですか。はい。フェイクでした。私は新郎さんは全くタイプじゃありません。お二人へのサプライズでした。お幸せに。って言って閉めたんです。でも誰も拍手をくれないし、親友は泣き出してしまうし、よくわからない状態でした。こんな最低なサプライズムービー、聞いたことない。本当に最低でしたよ。その後、新郎側の親族からやつぎ早にブーイングを浴びて、新郎新婦からは出て行って、って言われ、スタッフの人が私を外に連れ出そうとしたんです。まだ私、スピーチもしていないのに、料理だってまだメインが来ていないのに、デザートも食べていないのに、何よりも、親友のこの私がいない披露宴なんて成立しないでしょ。母も出席していたんですけど、母はずっと新郎新婦に謝っていて、娘の私のことをかばってくれないし。いや、最低なのは、イッチのムービーね。なんでそんな史上最悪にひどいムービーを作ったの？悪意を感じるんだけど、本当に新郎新婦を祝福しようと思ってた？ちょっと考えればそんなクソムービー作れないよ。もちろん二人のことを祝福しています。私の本質をわかっていないんですよ。私があのムービーに込めた意味はどんな逆境でも真実の愛で乗り越えてね。っていう思いを込めたムービーなんです。あと、対響のために、親友には笑って欲しかったから、笑い要素ありのムービーにしたんです。対響？あ、親友さん、ダブルおめでた？そうなんです。入籍した後、結婚式の準備中に発覚したそうです。もう、また先を越されてしまいましたよ。親友も私のことを少しでも気にかけて計画的になってくれればいいのに。まったく。あ、イッチの本音がチラ見えしたよ。どういうことかい？イッチ。あ、すいません、疲れていてつい。忘れてください。いや、気になる。いいって。吐き出しちゃいなよ。ここは心の内を洗いざらい話してもいい場所。吐き出しなって。じゃあ、ここだけの話ですよ。正直、親友には裏切られたなって思いました。結婚の話を聞いたとき、小さいときからずっと一緒に過ごしてきた私たち、何をするのも私が先だったんです。スイミングスクールに通い出したのも私が先。誕生日の私の方が先です。初恋も私が先だったし、初彼ができたのも私が先でした。親友はいつも私の後ろにいたんです。だから結婚も私が先だと思ってました。親友には今の旦那さんという彼氏がいましたが、私は婚活で全然相手が見つかりません。でも親友だから気を利かして、たとえ長く付き合っている彼氏がいたとしても、待っててくれると思ったんです結婚を。それなのに、簡単にプロポーズを受けてしまって、私より先に結婚を決めてしまったんです。親友は一瞬曇った私の顔を見て、ほら、イッチもすぐに結婚できるって。今、デートしている人いるんでしょ？って言ってくれました。だから私も気持ちを切り替えて、うん、そうだよね、私もマッチングしている人何人かいるし、そうだ、ママは一緒になろうね。子供を私たちみたいに同じ幼稚園に入れて、親友にさせよう。って言ったんです。でも、先月、親友の妊娠が発覚しました。しかも人捨てに聞かされたんです。母が教えてくれました。母は市役所に勤めているので、母子手帳をもらいに来た親友を見かけたそうなんです。私はすぐに親友に確認しました。親友はうん。最近わかったの。って、なんですぐに言ってくれなかったの？って問い詰めたら安定期に入るまで何があるかわからないから。ごめんって言われました。予定日を聞いて、さらにショックでした。今私が妊娠したとしても、子供たちの学年が違うんですよ。もう私の計画が台無しです。こればっかりは仕方ないよね。どうしようもないよ。なんか親友っていうか、執着しているね。イッチが親友に。女同士の友情って怖いね。なので正直な気持ちだと、幸せになってねという気持ちが半分、私を差し置いて幸せになるならそれなりの覚悟あるよね。証明してみて。というのが半分です。私としては親友に裏切られたって気持ちがどっかにあるんです。だから親友もその覚悟を持って幸せになってほしいと思いました。だから私がムービーの中でほんの少しブラックジョークを入れても、真実の愛なら笑い事にして吹き飛ばせるでしょ？それなのに、結果、親友はショックを受けていました。それって親友は私を差し置いてまで幸せになるっていう覚悟が足りなかったってことですよね？どんなに覚悟があったとしても、イッチのムービーはひどすぎる。誰が元カノとの幸せマックス時の写真を見てありがとう。
幸せになるね。って思えるのさ。そんなのできる人は究極もマゾ。この上なく体調に悪い。イッチのムービーじゃなくて、イッチの存在そのものが。退場させて大正解。それで今、イッチはどこにいるの？食べ飲み足りなかったんで、近所の居酒屋にいました。その後、自宅に戻ったんですけど、チェーンがかけられていたんです。母に電話したら、あんたみたいな悪魔、私の娘じゃない。って言われました。締め出されたんですけど、意味がわかりません。これからどうしたらいいですか？今、パーティードレスを着たままなので、早く脱ぎたいんですけど、母も謎に頭に血が昇っているみたいだし、とりあえず今日は近くのビジホに泊まります。もうこんな時間だから、洋服屋も開いていないし、ドンキで楽ちんな洋服を買います。本当に散々な一日でした。それはイッチの言うセリフではない。イッチ以外の人が言っていいセリフだから。イッチがいつまで経っても婚活うまくいかない意味がわかったわ。性格が悪魔すぎる。世界のために一生一人でいてくれ。誰とも関わらず生きてくれ。なんか、一気に疲れが出ちゃいました。眠い。とりあえず、明日になれば母親も機嫌が良くなっているだろうし、今日はビジホでゆっくりします。親友もマリッティブルーとマタニティブルーが重なってヒステリーになったんだろうし、多めに見てあげようと思います。いろいろ話せてすっきりしました。ありがとうございました。おやすみなさい。こうしてイッチは反省の色なしで、スレを去りました。親友さんが気の毒すぎますね。気になる続きをどうぞ。皆さん、お久しぶりです。親友のために結婚式のムービーを作ったイッチです。皆さんに助言します。女同士の友情は信じるなです。それ、イッチが言う？何があったの？この数ヶ月で。親友のせいで、私の人生は最悪です。その一言につきます。あの後、翌日家に帰ったら、私の荷物がまとめられていました。母はまだ怒っていたんです。これは私と親友の問題なのに、母が首を突っ込む意味がわかりません。早いとこ、この家から出て行きなさい。今回のことで、あなたにいろいろ責任取ってもらうからねって言われました。仕方なく、たまたま社員寮に空きがあったので、すぐに入居できましたけど、狭いし、ネット環境が不安定で、服用がはかどらないんですよ。そして、親友はあの日以来、音信不通です。まだまたニティブルーなの？って呆れました。そして、一番最悪だったのが、新郎ですよ。私の仕事を白紙にしたんです。新郎は結婚式が終わった後、いくつか動画作成の仕事を紹介してもらうことになっていました。新郎は年上だけあって、顔が広いんです。それなのに、決まりかけていた案件が、全部白紙になってしまったんですよ。新郎はもしかしたら、亭主関白の最古な人かもしれませんね。親友が心配になりました。でも親友とは連絡取れないし、私にはどうすることもできません。イッチはもう親友さんに関わるな。もう君たちは親友ではない。ま、親友も初めてのお産だし、いろいろナイーブになっているのかなって思って、しばらくそっとしておこうと思いました。私は今回の親友と新郎を見て、結婚に意欲が湧かなくなり、もう一人で生きていこうって思ったんです。だから、両親が貯めてくれていた、私の結婚資金を頭金にして、マンションでも買おうかなって。そこで母に私の結婚資金、ちょうだいって連絡したらそんなものない。って言われました。なんと先週、親友が二度目の結婚式を挙げたそうなんです。私の母がそうしてくれって頼んだそうです。その時の結婚式の費用を私の結婚資金から出したんですって。ありえない。それはイッチのお母さん、ナイス判断だと思うよ。イッチが今回やらかしたことは、相手側から訴えられてもおかしくないからね。よかったね、訴えられなくて。そっか、結婚式仕切り直したんだね、親友さん。それはよかった。全然、良くないでしょ？だって私招待されていないのに、親友の私が招待されていない結婚式なんて、おかしいに決まっています。また親友に裏切られました。もう人間不信確定ですよこれは。そのまま人間不信で居続けてくれ。そしてそのまま誰とも関わらずに土に帰ってくれ。親友さんと新郎さんとお腹の子が幸せであればイッチなんてどうでもいい。いやいや、私と親友はそんな浅はかな関係じゃありません。私、ちょっと考えたんです。今回は結婚も子供も先を越されたけど、親友の二人目の子供と私の一人目の子を合わせようって。私は心が広いから、それでキャラにしてあげようって思ってたのに。そんな矢先に、私のお金を勝手に使って、結婚式を勝手にあげて、招待しないなんて、どう考えても私が被害者ですよね？
さっきまではもう結婚に期待しないって言ってたのに、情緒不安定すぎる。頼むから、もう親友さんを解放してあげなよ。イッチが親友さんにできるのは、親友さんと縁を切ることだけ。それ一択。最後の最後まで自己中なイッチでしたね。女の友情は怖いですね。皆さんは今回の報告者についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。2本目は、新年早々おせち食べたら怒られました。と嘆くイッチのお話です。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は新年早々、おせちを食べたら怒られてしまってどうしよう。と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さん、正月におせちを食べるのって当たり前ですよね。何もそれで怒られたりすることってないですよね。そりゃまあ、お正月に食べるためのものでしょ。おせちって。だよな。逆に言えば、正月以外のいつ食べるかってものなんだけどな。はい。私もお正月、1月1日におせちを食べたんですが、それで妹からこっぴどく叱られてしまって。妹さん。なるほど、イッチはお姉さんなんだ。はい。またそれが嫌になるほど出来がいい妹で。ただその妹におせちのことで怒られたっていうのがどうしても納得いかなくて。でもそれだけじゃさっぱり話がわからないから、ともかくイッチが妹さんにどういう状態で怒られたのか説明してよ。そうそう。妹さんとイッチの仲とかも。だよな。そもそもイッチがどういう人なのかも俺たちわからないからさ。わかりました。それではとりあえず私のことから説明しますね。私は28歳の実家住まいの独身女です。今、漫画家を目指してます。実家住みの独身で、漫画家志望。何かそれだけでもすごい悪い予感がするんだけど。あのさイッチ、今言った中に食料がなかった気がするんだけど。だから漫画家志望ですよ。家で漫画家になるべく日々努力しています。つまり、あれだな。あれだ。ニートだ。ニートだなんて人聞きが悪い。それに私だって就職していた時期もありましたよ。あったんだ。はい。高校を出てアート系の専門学校へ行って、学校から勧められた事務所に半年くらいですが。へえ、アート系の専門学校。もしかしてそこで漫画の勉強をしていたとか？地方なんで、漫画専門とかはないんですよ。ただ高校時代から絵を描くことが好きで美術部に所属していたんです。ああ、それで行かせる学校へ。でも実際高校の美術部は本気で美大とか目指してる人とそうでない人が1対4だったんですけどね。ほとんど、何やってんだよ。そのそうでない人って。だからみんな、漫画描いてたんですよ。美術部だろ？高校には漫画の創作部とか研究部がなかったんですよ。なかったのか？俺の頃は高校でも漫研ってあったけど。同好会はあったんですよ。ただ男子ばかりで何か嫌だったんですよね。やっぱり男子と女子って萌えのツボも違うし。だから女子で漫画描きたいって子は美術部に入ってだべりながら落書きしてるのがいつものことでしたね。そうそう、ネットの投稿サイトにイラスト上げては見せ合いするとか。まあそれはわかるかも。で、高校卒業するときにどうするんだって親が言うんで、とりあえず絵の勉強ってことで専門学校に入ったんです。とりあえず。だって高卒で働くなんて嫌でしたし、でも通える範囲で行ける大学もなかったし、だったら専門学校に行くしかないかな、と。それでそこで3年通って、就職課で紹介されたところに入ったんですけど、何か違うなぁ、と思って。何か違うなぁ、って。今時の子は、いや、令和の子たちは案外そのあたり固いぞ。なんせ生まれた時から不況を知ってる世代だ。面構えが違う。はい。妹はそうなんですよね。もう硬いも硬いですよ。妹が出てきたな。妹は二つ下なんですが、私と違って頭が良くて、通える範囲の国立に行ったんですよね。それでちゃんと就職して、隣の県で一人暮らしです。妹さん偉い。それに引き換え、一気ときたら。うるさいですよ。でも妹は全然面白みがないんです。いつも本当にクソ真面目で。ああ、きっと一気を反面教師にしてたんだな。あるある。下の子って、結構上の子を見て育つものね。なんかほんと、ここの皆さん私をディスるためにスレにいるんですか？いやいやそんなことはない。漫画家志望のイッチがなんでおせちで叱られたのか、気になってるだけだよ。そうそう。そろそろ本題に入りましょうよ。前置き長い話は飽きられるわよ。わかりました。おせちって今、いろんなものが入ってますよね。そうね。
昔ながらの黒豆田作り昆布巻き栗きんとん。うちなんかは中華おせちを今年は注文したな。うちの子、中華ちまきが好きで。うちは海鮮おせちだったな。ちょっと値が張ったけど、まあ一年に一度だし、縁起物だしな。そうそう、うちも海鮮おせちだったんです。エビカニウニイクラの詰め合わせ。で、私、カニが大好きなんですよ。ただそうそう食べられるものでもないし、一人で外食するにもお小遣いで行くわけにはいかないし。おいおい、ちょっと待て、いっち今お小遣いもらってるのか？まあ、私は夢に向かって頑張っているんだからって。そこはバイトでもしろよ。いくら夢を追いかけてるって言ってもそれはないだろ。だって私忙しいんですよ。毎日毎日、ネタになるような動画を見たり、配信される漫画を見て、今の流行りを研究したり。実際両親も私がそう言えば納得してくれましたし。で、おせちは？ああ、また脱線しましたね。そう、そのおせちなんですが。お正月ってことで、妹が久しぶりに帰ってきたんです。久しぶりなんだ。はい。ギリギリまでいろいろ忙しかったらしくて、帰ってきたのは大晦日だったんですが。で、妹も今回のおせちを楽しみにしてたんですよ。まあ、海鮮は好きなやつ多いよな。私と妹は好みが似てるんです。だから昔から、両親にカニ食べ放題系の店に連れてってもらうともう取り合いで大変で。年の近い兄弟のあるあるだな。それで、大晦日はテレビで除夜の鐘が鳴るのを見て、年越しそば食べた後も、しばらくダラダラとお菓子とかつまみながら喋っていたんですよ。それで夜更かしして、寝て起きて新年明けましておめでとう、と私たち、昼前あたりに目を覚ましたんですが、その時に妹が騒ぎ出しまして。騒ぎ出した？はい。自分の分のカニが減ってる、と。カニが少ないとな。そりゃ大変だ。それ、おせち業者の入れ損ない？ちょっと前になかった？日本と実際に来たのが全然違ってたっての。ああ、そういうことあったな。あらひどかった。あ、いえ、そういうことじゃないんです。実は、私が朝のうちにカニを食べちゃって。は？何やってんだ一体。いや、もともと私、夜中3時くらいに寝て朝の10時くらいにお腹空かせて起きる生活なんです。で、起きたら母がもう食卓にずらりとお席を並べていたんですよ。カニはそれでどうしたんだ？人数分のお皿にカニの足をみんな公平に分けてありました。だから、これだけあるなら、少しくらい今食べてもいいかなと。ちょっと待て、イッチ。そのカニは自分のだよな。いえ、妹のですよ。なんでそうなるんだよ。だって妹は仕事で結構稼いでいるんですから、カニの食べ放題にだって行こうと思えばいつだって行けるじゃないですか。私は両親からのお小遣いだけですから、こんな機会めったにないし。で、初めは1本2本だけさっと取ってすっとほじってパクッと食べて、とやっていたんですが、やっぱり美味しくて止まらなくなっちゃって。そこでお母さんは気づかなかったのかよ。母はその時お雑煮を作っていて、台所で私に背を向けた状態で。そう思うとつい、また手が。つい、じゃねえよ。なんでつい、食べるなら自分のものを食べないんだよ。あ、だから、妹が起きてくる前に足りない分は両親の皿から分けておこうと思ったんですよ。ところがつい夢中になってしまったところに妹が起きてきて、ああ、バレちゃったんだ。カニ食べるときってつい一心不乱になるから。はい。なんで自分のところから食べてるんだ。って新年早々怒鳴られました。そりゃそうだろ。妹さんだって楽しみにしてたおせちなんでしょ？当然だわ。それで妹はすぐに母を呼んで、私が妹の皿のカニをむさぼり食ってた、とか言うんですよ。なんかその言い方、ひどくないですか？人の皿に手を出して食うやつはむさぼり食う、でいいだろ。うん。意地汚い食い方ならそれだな。それで妹は食卓の私のカニの皿に手を伸ばすとそれまで私がつまんでいた皿と無理やり交換したんです。そりゃそうだろ。そうすれば問題はないよな。だけどそこで私も妹の手を止めて、それは私の皿だから、と母に助けを求めたんですよ。助け？なんでそうなるんだ？イッチがそのまま交換すれば問題ないわけだろ。いやそこは困りますよ。私、本当にめったに食べられないんですよ。妹はそれこそ自分のお金で旅行してそれこそ現地で新鮮なものを食べたりもできるじゃないですか。でも今の私にはそんなことできませんし。だったらカニは私が優先的に食べるべきだと思いませんか？思わねえよ。なんでそういう発想になるのか全くわかんねえよ。うん、私もわかんない。そういうものですか？
ともかくそれで、両親がやってきて、まあ両方の言い分を聞いたんですね。そうしたら、両親も困った顔をして、妹に今回は私に譲ってくれないか、って言ってくれたんです。なんでそうなるの？甘い、甘すぎるよ親御さん。妹もそう言ったんです。お父さんもお母さんもお姉ちゃんに甘すぎ。で、そこで両親は私が夢を叶えるために頑張っていて、お金を稼ぐバイトをする暇がないんだから、と言ってくれたんですね。そうしたら妹がこう言ったんです。だったらお姉ちゃんの漫画、見せてよ。毎日精一杯頑張ってるんでしょ？だったら作品の一つも作ってるでしょ？私が住んでた頃には見たことないけど、今はあるんでしょ？と。そしてどんどん私の部屋へと行こうとするんです。私は慌てて妹を追いかけましたよ。部屋に入られたらたまったものじゃありませんから。え？なんで？漫画描いてるなら見せてやればいいじゃん。妹さんは別にイッチが漫画家になることを反対しているわけじゃないんだろ？それはそうだけど、その時部屋に入られたらまずかったんです。まずかった？だって、私漫画の原稿なんて一枚も描いてないんですから。え？あのさ、イッチは漫画家を目指してるんだろ？目指してますよ。でもだからって漫画を描いてたなんて一言も言ってないじゃないですか。じゃあ何してたんだよ。専門学校出て仕事について半年で辞めて、その後ずっと家で。目指してはいるのは本当ですよ。だからいろいろ、ネタになりそうなものを見たり漫画を読んだり。でも作品と言えるものは何も作っていなかった、と。キャラを考えたりはしてましたよ。あと、絵を描くことは。でも漫画そのものは描いてなかったと。頭の中にはあるんですよ。でもなかなかそれがうまく出てこなくて。それでも6、7年、ずっとその状態で。へぇ。そんなこと言ったって、創作するって難しいんですよ。やらない人にはわからないんですよね。でも妹にその説明は通じないんですよ。いや、そりゃどう見てもいいわけだよな。そうそう。まさか姉が数年で一作も作ってなかったとは思っても見なかったろうな。はぁ、なんか私抜きで、今、妹が両親と話し込んでるようです。ああ、両親もついにイッチが何もしてないこと知ったんだな。無駄な金と時間をニートの娘に使ってたと。いじめるのはやめてください。やっぱりこういうところで相談したのは間違いでした。誰も私に優しくない。いや、最初から優しさが欲しいなんて言ってないよな。そうよねー。こうして失望しつつ去っていった報告者ですが、一週間後、再びスレにやってきました。すみません、誰か今いますか？もしかしてイッチか？随分ご無沙汰だったじゃないの。いやまあ、やっと落ち着いたというか目を盗んでというか。目を盗んで？何かあれからあったのか？はい。実はあの件で妹が爆怒りしまして。お姉ちゃんは放っておくとろくなことしない。漫画家になりたいならなりたいでいいけど家に置いておいちゃこの人何も変わらないよ。私のとこで監視するからね。こう言って私を最低限の荷物だけ持たせて車に連れ込んで自分の部屋に連れ帰ったんです。妹さんすげえ行動力。でも、イッチが28歳ってことは妹さんもっと下でしょ？一緒に住むほどの余裕あるの？はい、そこはもうなんというか、地方のいいところで、家賃の割に広い物件に住んでいたんですよね。確か、3DK で4万台。うわ、安。新しくはないんですが、妹はそういうところこだわらないみたいで。ともかく広く安く住める部屋が欲しかったらしいんですよ。それで住む部屋に一室取って、あとは漫画部屋にしてたんです。え、そんなに妹さん、漫画好きだったんだ。読み線なんですよ。ともかく何でも読むし、年末の東京の有明の即売会にも行ってかなり買い込んだそうです。それで、本棚と段ボールだけの部屋が2つあるんです。ああ、なんとなくイメージ湧くなぁ。本とか漫画好きってのは専用の部屋が欲しくなるものだしなぁ。ちょっと私には想像つかないわ。そんなたくさんあるの？ありますねー。本棚が壁にずらり。普通の漫画やらので、それ以外の本ももうずらりと。100冊くらい？そんなわけねえだろ。そんなわけないです。妹は常に100冊くらいを隅かの方のテーブルの横に積んでますから。まあそりゃそうだ。読むやつと読まないやつの感覚は違うしな。ということはお前もそのくらい？ああ、俺も新刊は紙の本派だから。本棚だけでも10くらいあるし、そうだな、だいたい一つの棚に軽く線は入るよな。そんなにいつ読むの？妹もそういう感じですよ、って言うんです。この部屋一つ貸すから、お姉ちゃんはともかく作品を作りなさい。
って。それで少なくとも食費と画材とかに使う金は自分で稼ぎに行けって、スマホにバイト探し用のアプリを入れられましたよ。そりゃまあ、なあ。できれば水道光熱費半分も払ってほしいだろうよ。ずっと家にいるんだったら。あと、布団や当座の着替えは一緒に新しく買い出しに行かされて、これは貸しだ、絶対返せ、と思いっきり脅されました。それで、イッチはそこで漫画を描けと？はい、しかもアナログで。タブレット使うなんて今の私には早いって言うんですよ。そんなもう、誰もが PC にクリスタ入れたりタブレットで書く時代っていうのに。え、漫画ってペンで書くんじゃないの？クリスタって？あ、いや今は結構最初から PC やタブレットで書くやつ多いんだ。クリスタはクリップスタジオってアプリ。要するに漫画を書くためのツールだわな。へえ、そうなんだ。そうなんです。なのに妹ったら、お姉ちゃんはそれ以前の問題、ともかくネームを作れ、私が読んでそれで合格したらちゃんと絵を起こして原稿にしてみろ。ですよ。横暴じゃないですか。あ、ネームっていうのは原稿に書く前の原案とか下書きのようなものです。でもそれ、私すごく辛いんですよね。ともかく話を考えるのが苦手で。何言ってんだ。ろくなネーム作れない奴が漫画家になろうなんておこがましいわ。だってそれじゃなかなか絵が描けないじゃないですか。アホか。漫画の肝はよっぽど画力が高いやつ以外は話だ、筋だ。画力がそこそこあったってな、話が面白くねえやつの漫画なんぞろくなもんじゃねえっての。ああ、そういえば最近の漫画って原作と絵描きが分けてあること多いよな。そうそう。あらな、絵はすげえ上手いけど話を作る才能がそれに似合わない描き手の救済策でもあるんだぞ。けどな、それでもそこまでの絵師なんて本当に一握りだからな。だいたい一致、お前であれこれ言えるほど上手いのか？絶対そんなことないだろ。大して自宅で書いてなかったんだからな。う、仕方ないじゃないですか。加工って気になるのに時間がかかって。お前プロを舐めてるだろ。プロはなあ、加工って気になるから書くんじゃねえぞ。書きたくなくても書くんだ。そこに書かなくちゃならんもんがあるならな。仕事の絵描きなんてそういうもんだ。すごい熱意ね。あったり前だ。今時はな、ちょっと描ける絵描きなんていくらでもいるし、AI だって挿絵くらい描ける時代なんだよ。みんな好きで描きたけりゃ、同人作家やってるしな。今はいろんな出し方があるからな。イッチが前に言ってた投稿サイトだって山ほどある。けどその場合生活はちゃんと本業持ってみんな稼いでるんだぞ。そういう経済的な余裕のあるやつが、好きなもん描けるんだ。そもそもな、ただ漫画家になりたい、じゃそうそう簡単になれねえんだよ。だよな、プロなんてな、すっげえ狭いもんなんだ。そのための場所を作ってくれた妹さんってすげえんじゃねえの？だって、私には、そんなの辛いですよ。私はただ、好きに絵が描ければそれだけで。でも漫画家になりたいって両親に言ってしまったのは一致だよね。それでそのまま好きにさせておく両親も甘いって言えば甘すぎるけどね。だよな、何が辛いって言うんだよ。書くのが辛いって言うんなら漫画家目指すのなんてやめとけ。お前には無関。ひどい、そこまで言うことないじゃないですか。それにそもそもプロになろうってんなら、何かの賞に応募して入賞するとか出版社に持ち込みが必要だよな。ずっと家にいただけのニートのイッチに、それをするだけのコミュ力があるのか？それは、やってみなくちゃ。って、それをやる機会なんて、6、7年も自宅警備員やってやいくらでもあったよな。だよな、地方って言うならそうそう東京の出版社に行くことはできないけどさ、今はネームだけでも送ってみてもらうとか投稿サイトで名を上げてとか方法はあるんだぜ。あ、そうそう、いろんな方法はあるよな。うちの会社でも綺麗な絵を描くイラストレーターはいろんな個人の展示してあるサイトからスカウトすることもあるしな。つまり、そういう間口が広くなった今なのに何もしなかったってわけね。そりゃまあ、妹さんもともかく話を作れって言うわよね。ああもうやめてください。お説教なんてまっぴらです。妹にも散々似たようなこと言われて心が折れていたからせめてここではと思ったのに。あったりめえだ。お前のやってることを日々精進してる書き手が見たらどれだけだらけてるかと思うぜ。確か俺の知り合いも。家事育児の合間に寝る間を惜しんで創作してるって聞いたことあるわ。それに引き換え、ちときたら。じゃあどうしろって言うんです。話を作れ、作品を作れと言われてもすぐにはできませんよ。だったらとりあえずバイト探すことね。それだけでもとりあえずは妹さんに対して顔が立つでしょ。
バイトも嫌です。本当は人前に出るのが嫌だから家で描ける漫画家目指そうと思ったのに。うわ、むっちゃ負のループになってるぜ。だよな。目的がそれじゃな。ま、ともかく家にいたいとすぐに描けないを両立させる魔法の言葉はねえからな。まあ、やるだけやれや。そうよね。せっかく追い出しもせずにいてくれたならとりあえずバイト探しなさいね。コミュ力上げる訓練にもなるでしょ。嫌です。外で働くなんて、もういいです。さようなら。ああ、ここの人たちはやっぱり私に優しくない。ああ、一気消えたな。それにしてもお前暑かったな。ああ、そりゃ仕方ねえだろ。こっちは漫画描きたくたって、昔から全く絵はダメだったんだ。あ、お前漫画描きたかったんだ。ああ、話を作ることはできても絵を描くことはできねえんだよ。なのにあいつと来たら絵を描く才能はあるのにそれ以上のこと全くしねえんだから。え、もしかしてお前。まさか、妹さん。さあ、まあ、もしできないならできないで引導渡してやるってのも一つの手だしな。それじゃ落ちるわ。お疲れ様でした。こうして実家に甘えまくりの漫画家志望の報告者は正月のおせちをきっかけに、その夢の進退を迫られることとなりました。報告者は漫画家になることができるでしょうか？よろしかったらコメント欄にお願いいたします。